どのシナリオを読んだ？フュージョンってすげえな。オッケー、それじゃ行くぞ。このミスター・サタンがトリックを見破るとしよう。トリックだらけの戦いなんぞ、このミスター・サタンには通用せんぞ。戦いが始まるぞ。バビディの野望を阻止すべく、バビディの宇宙船に潜入した悟空たち。バビディの配下との戦いの中、ベジータは悟空と戦いたいという一心で、わざとバビディの魔術にかかるのであった。魔人ブーのエネルギーにはしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。行くぞ、殺してやるカカロット。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って、何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様に影響を受けて穏やかになっていく自分が。だからバビディに支配され、元の悪人に戻る必要があったんだ。気に食わない手段だったがな、おかげで今はいい気分だぞ。本当にそうか？くそ！いいぞ、これが戦いというものだ。もっと来い！ご飯以上のパワーだ。この程度の実力か、がっかりだぜ。さすがだな、あの時のご飯以上のパワーだ。人ブーのエネルギーがしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。フルパワーになった。魔人ブーがフルパワーになったぞ。ついに魔人ブーの復活だ。待て、ベジータ、待て。でけえ気が現れた。とうとう出ちまったぞ、魔人ブーが。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。今殺されちまうぞ。今だ。黙れ。俺はそんな甘さを消すためにバビディに魂を売ったんだ。誰がどうなろうと構うもんか。嘘だ、おめえは完全に魂売ったわけじゃねえ。これが戦いというものだ。もっと来い。じっとしやがって。
ジータすまねえ、こうすしかなかったんだ。ツンツン頭たちが魔人ブーに戦いを挑んだみたいだな。戦いが始まるぞ。悟空とベジータの戦いによってついに目覚めてしまった魔人ブー。次々とやられていく戦士たちの中、ベジータは初めて自分以外のもののために戦いを挑むのであった。俺一人地獄になるか、貴様らみんな道連れにしてやる。もう殺しちゃおう。いいだろう、やっちゃおう。あいつはやたら逆らうし、もう用もない。
倒すには二度と修復できないように粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、トランクス、そしてカカロット。勝った。守るものがあるということがここまで強さを引き出すとは。カカロット、貴様の強さが少しだけ分かったぜ。この兄ちゃんが合体しただと？分かったぞ、これは夢だ。夢なんだ。戦いが始まるぞ。二人が片耳ずつつけることで合体できるという不思議なアイテム、ポタラ。悟空はそのポタラを手に戦場へ赴いた。そんな中、エンマ様の機転で死んだはずのベジータが悟空の前に現れたのだった。うわっはー、見つけたぞ。ベジータ、黙ってこれをつけてくれ。見たまえ、これがかつてない最強魔人の姿だ。こいつはやべえかもな。よこせ、早く。冗談じゃないぜ、こいつは化け物か。言っとくが、この合体は一度やったらもう二人には二度と戻れねえ。いいな。なんだと？くそ、こんなギリギリで言いやがって。頼む、ベジータ。仕方あるまい。が合体してベジータとカカロット。ほら、その調子です。見たまえ、これがかつてない最強魔人の姿だ。俺が最強なんだ。こいつがスーパーベジット。鼻血が出てるぞ。前みたいに鼻がなかった方が良かったんじゃないのか。俺を怒らせれば怒らせるほど貴様は苦しんで死ぬことになるぞ。分かってやってるのか。
それにしてもこれじゃちっとも面白くない。もっと本気でやってほしいな。それとも本気でやってこのざまだったかな。だったら失礼なことを言って悪かった。謝るよ。何をしてるんじゃ。こいつはゲームじゃない。今だ、今すぐ消すんじゃよ。畜生。こんなこんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いてるんだ。ここまで貴様を呼吸できるなんてな。こらさっさととどめを刺してしまえ。まだ竜を怒らせて楽しむつもりか。強くなりすぎてしまったようだ。まだ愚か者。策に溺れるとろくなことにならんぞ。来たな、貴族様。合体なんかしやがって。相当焦ってるんじゃないか。まだ分かってないようだから、はっきり教えてやろうか。無駄なんだよ、俺に勝とうとするなんて。貴様なんかどう頑張ったって、いろいろやってみたけどやっぱり無駄だったみたいだな。もういい、分かった。頼むから早く終わらせてくれ。さて、もう飽きてきたからそろそろ終わりにするか。相当焦ってるんじゃないか。もう少し遊んであげるつもりがうっかり倒しちゃったよ。この金髪の兄ちゃんとブーの最終決戦だな。なんか金髪の兄ちゃんの髪が伸びたぞ。戦いが始まるぞ。海王深海を舞台にブーとの最終決戦が始まった。悟空もベジータも2対1で戦う気はなく、2人のじゃんけんの末、最初に戦うのは
悟空に決まった。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。だよお前は。あの魔人ブーは俺にはとてもかなう相手じゃなかった。あいつと戦えるのはお前だけだ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思っていた。守りたいという強い力は得るかもしれない力を生み出しているのだと。確かにそれはあるのかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために楽しむため、敵を殺すために、そしてプライドのために戦う。だが、あいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために、限界を極め続け戦うんだ。だから、相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついに、この俺を殺しはしなかった。まるで、今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのを分かっていたから。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット。お前がナンバーワンだ。このままではまずいぞ。俺がやらなきゃダメだ。ちょっとやりすぎちまったかな。ついにここまで来たな。元気を集めるためにこのミスターサダンが大活躍するぞ。戦いが始まるぞ。ベジータの体力は限界に。悟空のスーパーサイヤ人3の変身も解け、絶体絶命の状況の中、ベジータは史上最強の元気玉を作るという作戦を考える。魔人ブーとの激闘がついに決着する。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？おい、おめえの歓迎って元気玉のことだったんか。無理だ、そりゃ無理だ。ブーが相手じゃいくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろう、たまには地球のやつらにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。よしカカロット、始めろ。みんな
オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。ベジータ、らしくないのに仕上がる。いきなりできるぞ。あいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。おい、うわー、消すな。これでも多分まだ足りねえぞ。よっしゃ、いけ。まだいよ。デブの方はもう死にかけだ。サタンいじめるやつ許さない。この全世界格闘技チャンピオンのミスター・サタン様が貴様の非道を黙って見過ごすと思うか。成敗してくれる。覚悟しろ。うそー、すごいじゃん俺。なんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。時間を稼ぐったって。地球のみんな頼む。頼むから元気をあげてくれ。みんなの助けが必要なんだ。孫悟空だ、スノ。そう、絶対そうだわ。恋に騙されるなって。絶対魔人ブーの仲間だ。あんな
しかしてグーと戦ってるってミスターサタンだったんですか。そうだ俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸すんだ。まあしょうがねえじゃねえか。こうでも言わんと奴ら信用せんから。まずはあのブーを倒すことが先決だからな。冗談じゃないぜ。こいつは化け物か。来た。離れてろベジータ。行くぞ。悟空さん、ドラゴンボールの力で悟空さんの気が元に戻ったでしょ。戻った。サンキュードラゴンボール。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。定位置で勝負して。待ってっかんな。俺はももっともっと腕上げて。嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。